はい、よろしくお願いします。えー、今回はママパパ講座第3回になりますね。テーマが食事でサポートするにはと、こちらでやっていきます。 で、実は、このテーマはですね、普段ご覧いただいている視聴者の方からリクエストをいただいたものです。ただ、自分はこの知識が、専門知識はないので、あの、インホップの金子社長にですね、ご協力いただきましてえ、いろんな論文とかを調べてもらった上、研究結果とかも調べてもらった上で、いろんな資料をもらいました。で、それを、えー、まとめたというか、 まとめたものを今回動画にしております。なので、え皆さんにとってまあ有益なというか、実生活の中で使えるものはもちろんあるんですけれども、これが全てではないっていうことは一応前提で聞いていただけたら嬉しいです。いいでしょうか。では早速ね、えー、この今回の主役、脳です。まあ、これについて、脳をどれだけ効率よくというか、元気にやっていくかっていうのがまあテーマになるんですけど、 えまあ、今回、マーマーパパ講座ということなので、え親御さんがお子さんに、まあ、こういう食事をすることで、お子さんの勉強をよりやりやすい状態に何かサポートできないかなっていうリクエストからいただいたんですね。で、脳に関してなんですけど、これ二つ今枝が分かれていて、脳のエネルギー源になるものと、脳の働きを促すものっていう二つ栄養成分が別になっているのをちょっと覚えていただきたいんです。で、まず、脳のエネルギーっていうのは、こちら。 ま、皆さんもね、聞いたことがある、ブドウ糖です。ただ、今回の動画に関しては、エネルギー源の方ではなくて、脳の働きを促す方、下ですね。下の3つに、スポットライトを当てて話していきます。で、下の3つなんですが、まず1つ目。あ、これも全部、あの、耳にしたことあるものばっかりです。えー、1つ目が、タンパク質です。で、2つ目。 がが、えー、ビタミミンそしてララストがミネラルですこれが非常に大事になる3つの要素だと思ってください。ただ、ここだけは覚えてもね、じゃあどうすればいいんだとか分かりにくいので、下の部分にこういうものを取るといいですよっていうのを紹介していくんですが、まず具体的な食材に行く前に、このタンパク質とかビタミンとかミネラル、これらが欠けるとどうなっちゃうのかっていうのをまず覚えておいてほしいんです。 で、おそらく、えこの動画学生の方も見てると思いますので、ここの部分はぜひ学生も覚えておいてください。えー、単に、えっと、これもシンプルにお伝えすると、ドーパミン。多分こっちは聞いたことある方いますよね。あと、セロトニン。この辺が減ってしまいます。いいですか作られなくなっちゃうんです。ドーパミンとかセロトニンが。で、この、この辺がね、欠けてしまうと、これが減ってしまうと。じゃあ、この子たちが減ると、どうなってしまうのかっていうと、例えば、 集中力が下がります。集中しにくくなる。もうこれだけでもえってなるじゃないですか。で、それに加えて、例えば、えー、っと、疲れやすさ。疲れやすくもなったりとか、あとは、こっち、あ、そっか、こっちください順番間違った。えー、記憶力が下がったりとか、あと、ストレスですね。 ストレスのストレス耐性というかストレスの部分をうまく処理できなくなってしまうっていうのがまあまあ見ただけでも学生の時にはすごく大事になるっていうのが伝わると思うんですけどこの辺が出てしまうんですねなので今回この伝えるタンパク質とかビタミンミネラルっていうのが大事になるんだっていうのがえおつあの感じていただければ嬉しいです では実際にですね、えっと、この下の方に、この、ちょっとね、聞き慣れない言葉とかもありますけど、この辺を解説していきたいんですが、まず、タンパク質です。え、これがここに繋がっていって、その中でも、え、フェニルアラニンとかトリプトファンっていうのを書きました。え、ちなみに私はこの動画を作るにあたって、初めましてです。この二つ。で、これはですね、まあ、これは耳にしたことあると思うんですが、必須アミノ酸。わかんまし必須アミノ酸です。って言われるものの、 一つなんでですがタンパク質の中でもこの辺りですからこの子たちがあの辺の効果をする上で大事な成分になると思ってくださいでそのじゃあフェ,フェニルアラニンを取らなきゃと思ってもなかなか分かんないじゃないですか実生活で何取ればいいんだっていうなのでフェニルアラニンを取るためにはナッツ類まあこれ似てるんですけどナッツとか豆類ですね ここに多く含ままれてますナッツとか豆類。で下のトリプトファンに関しては、えー、乳製品ですね。に多く含まれているのでこの辺を意識して取るようにしていただけるとこのフェニルアラニンとかトリプトファンを取ることができるそれによって、えー、ドーパミンとかセロトニンをこうで生成することができるっていうふうになっていきます。 なので今回ね、覚えてほしいのはこの辺です。こういうの撮ったらいいんだよねっていうのが伝わったら嬉しいんですが、で、ここでですね、一番右上に、ほにゃららは NG っていうのがありますよね。この部分です。で、今回の動画を、えっと、見ていただくにあたって、ここはすごく覚えておいてほしいことなんですが、おそらく小学校の頃から皆さん、バランスいい食事って、ああ、間違えました。<laughs> っていうのをキーワードよく聞きますよね。 で、これは、やっぱり栄養学的に言っても、その通りなんですよ。バランスよく取るのがいいんです。まあ、それは皆さん伝わると思うんですが、でよくですね、こういった、例えば、フェニララニンで、ナッツとか豆類がいいんだよってなった時に、そればっかり取ろうとしてしまうパターンがあります。で、それを絶対やめてください。過剰摂取ですね。過剰は絶対 NG です。そればっかりっていうのは。例えばですよ、あの、ものによってはなん、特にこれですね、トリプトファンか。 これは過剰に取ってしまう。取りすぎてしまうと弊害が出ます。ネガティブな弁が出てきます。例えば何かっていうと、これ取りすぎるとですね、フェニルアラニン。これを吸収するのを妨げになります。この子を取りすぎると。いいですかなので、じゃあ乳製品がヨーグルト、ヨーグルト、ヨーグルトみたいな。にならずに、バランスよくなるので、程よく取ってください。 っていうのがまず伝わりたい。で、この程よくはどれぐらいなんですかって思う方もいると思うんですが、え、これに関しては見ていただいているお子さんの学年とかにも寄ってしまうので、ちょっと今回、こう、明示することはできないんですが、えっと、おなんだっけ、金子社長からおすすめの本をあの紹介していただいたので、もしご興味ある方は、あの、概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。私もあの、一応親なので、あの、買って今、a z o n であの、届くの待ってるとこなんですが、まあ、そういうのにも載っているそうです。 で、次が、えっと、こっちですね。ビタミンについて。で、ビタミンも、まあ、いろんな種類があるんですが、今回 B6、B12。この二つを、えっと、ピックアップしてきました。で、B6 に関しては、ほにゃらら、ささみ、マグロの赤。これ、マグロの赤身ですね。赤身。こういったね、入ってます。で、ここ、実は同じなんですよね。8番。同じ。で、これ何かっていうと、レバーです。まあ、これ、好き嫌い分かれちゃうんですよね。私、すごい好きなんですけど、レバー。 でまあ、レバーは強いです。このビタミンのとこで言うと。実は、今回この B6、B12 で書いているんですが、ここにはあと、すみません、書き順めっちゃ間違えました、今。えー、葉酸。葉っぱの酸ですね。葉酸と、これ度忘れしました。えー、ナイアシンだ。えー、こういったものも大事な成分として入るんですが、ちなみに、葉酸もナイアシンもレバーで取れます。 ここに関しては本当レバーが強いです。でちなみに、養蚕に関してはレバーとか、あと、えー、小魚とかで取れますし、ナイアシンに関してはレバーとキノコとかでも取、えー、ることができます。まあ、レバーはね、さっきも言ったように素敵キレイが分かれてしまうんですが、例えば B6 だったらササミとかも OK ですし、B12 だとアサリシジミとか、この辺でも取ることができます。 で特に B12 なんですけど、これ神経細胞の機能維持といって、まあ、学生の時当然こう、まあ、成長していく中で脳とかいっぱい使っていきますよね。毎日勉強する中で。その機能を維持する役割としてすごく重要だと言われてます。B12。だから、えっとまあ、金子社長からいただいた時に書いてあったのは特に学生さんにとっては大事ですみたいな表記があったので、まあ、この辺も意識して取っていただけたら嬉しいです。 で、これはすごい余談なんですけど、このタンパク質とビタミンのまあ関係というか、まあこれは別に覚えなくてもいいです。ただイメージをちょっと持っといてほしいんですけど、タンパク質っていうのはこれ原料です。だからなんかエネルギーの原料だと思ってください。で、ビタミンっていうのはオイルみたいなもの。つまり原料を使ってエネルギーを作っていきますよね。作っていくときにこれがオイルになってより作るのが早くなる。エネルギーを。作りやすくこう回転していく感じですよね。 っていう風になるので、両方大事なんですよ。原料だけがいっぱいあってもダメ、ね。でもオイルがいっぱいあっても原料なかったらダメじゃないですか。だからバランスよくが大事なんです。いいでしょうか。で、実はミネラル、核とかを作りませんでした。で、ミネラルは、まあこれだけじゃないんですけど、やっぱりメインは鉄です。鉄分ですね。鉄分。で、これに関しては、またここなんですよ。レバーさん。やばいれ万能ですね。レバーは鉄分も含んでいるので、 おすすすめですとでアクトはえっ、ー、とちょっとこの辺いろいろ書いちゃいますけどえ赤身の肉ですねとかにももちろん鉄は含まれているので、まあ、鉄分っていうのは非常に大事になりますで鉄がなんで大事なのかっていうとですね鉄って役割、まあ、いろんな役割がありますけどこの子全身にうちらの体全身に血をい血液を運んでくれる役割をしますざっくり言うと。なので この子がいることによって脳の方にも血液が回りやすくなるんです。逆を言うと、この子が欠けていくと血液の循環が遅くなっちゃうので脳に血液がまあ行かなくなるとか生きにくくなっちゃうんですよね。そうすると疲れとか、あとは眠気とかだるさが発生します。そういった意味でこのミネラル、まあ、鉄分ですねっていうところも大事です。でさっきと同じなんですが、鉄分っていうのはその取っていい上限量が決まっているのでこれも取りすぎると弊害が出ます。過剰摂取は良くないです。 足りないものっていうのをサプリメントとかでね、補填するっていうのはもちろんありです。ありなんですけど、この辺とかをね、大事だからレバー食べられないし、サプリメントいっぱい飲まなきゃみたいにやってしまうと、体に逆に悪くなってしまうので、そちらも気をつけてください。で、最後にここに書いてないのを少しだけ、えっと、喋らせてもらって終わりたいと思うんですが、二つ喋ります。一個が DHA、もう一個が朝食です。いですか、DHA と朝食。これ DHA。 まあお聞きしたね、聞いたことある方もいると思います。まあちょっと前に多分自分がもうちょっと若い時とか数、10年ぐらい前ですかね。とかね、結構この言葉、わーって大事ってなったと、聞いたことある方もいると思うんですが、これ、えー、青魚によく含まれると言われる成分ですごく大事だと。今、今でも研究結果が出てるんで大事なんですよ。 だから昔は、え、魚、今はね、なかなか魚を摂取率下がっちゃいましたけど、日本は魚をよく食べる国なので、え、子供の学力が高いんじゃないかみたいな研究もされてたんですよね、実際。なので、やっぱり青魚から、ご、う、めんなさい、青魚から取れる DHA ってのはすごく大事です。この成分も覚えておいてください。ただ、この DHA はですね、速攻性がないそうなんですよ。研究結果で、その脳に対して効果が出てくるには、少なくとも3ヶ月がかかると。 いうふうに言われています。だから、ま、今最後これ9月に今撮って投稿してると思うんですけど、今から始めれば、まあ、定期的にね、青魚を撮るようにしていけば、えー、受験期には間に合うものになりますので、まあ、この動画をね、いつご覧いただいてるかにもよると思うんですが、えー、DHA っていうちょっと時間がかかるっていうのも頭の片隅にセットで置いといてください。で、最後です。えー、朝食ですね。まあ、これ皆さんに1個質問でお聞きしたいんですが、朝食は 取った方がいいでしょうか取らない方がいいでしょうかって質問した場合、多くの方が取った方がいい。食べた方がいいと言うと思います。現実は置いといてですよ。朝忙しくて取れないという方もいらっしゃるでしょうけど。ただ、えー、研究結果としてはやっぱり朝食は食べた方がいいです。えー、っと、朝食は食べる。まあ、そうだろうなって感じがすると思います。で、この食べる時にちょっと大事なポイントがあって、これはで、あの、 あの、金子社長からいただいたものを読みながらですね、私もすごい反省したんですけど、やっぱりお子さんが、特に小学生の親御さんとかそうだと思うんですが、朝バタバタですよね。うちも7時20分ぐらいに家を出なきゃいけないので、もう朝ごはんとか昨日の残り物の,のご飯をおにぎりにして、はい食べてとか、パン焼いたからとか菓子パンあるよとかってなってしまってるんですよね。ですけど、できればですね、その一品ではなくて、プラス一品、何か、プラス一品を食べるといいと。 で、これは、血糖値の上昇がちょっと関わってくるんですけど、GI というのがあります。GI 値なんて言われる値ですね。で、これは、血糖値の上昇率。まあ、食材によって違うんですけど、血糖値の上昇率のことを表してるやつで、これが高いものになってしまうと、血糖値がグンって上がっちゃうんですね。で、グンって上がってしまうと、それがグンって下がってしまう。反動が来てしまうので、 昼とかに、急な眠さとか、その集中力のなさとかが出てしまう。だから血糖値っていうのは徐々に上げたる方がいいので、その徐々に下がっていくんで、体に負担もかからないですし。なので、そういった方がしてほしいと。で、その、もちろん食べるものによって変わります。変わるんですよ。白米とかは GI 値が高いんで、血糖値上がりやすいんですよ。で、パスタとかのんが低いんですけど、ただ朝からパスタとか難しいじゃないですか。なので、一品じゃなくてもう一品を足してほしいで、食べ合わせをしてほしいんですよ。 食べ合わせをした方がいいと。例えばえ、パンをね、食パンを食べてってって場合だったら、食パンと乳製品のヨーグルトをセットにするとか。あとは、朝食でじゃあおにぎりとかね、白米やった場合も、それに味噌汁をくっつけるとか。で、味噌汁も特にワカメが自愛値がめちゃめちゃ低いんですね。で、味噌汁、味噌自体も自愛値が低いんですけど、 なので、ワカメの味噌汁とかをつけて食べると、血糖値の上がり方がちょっと緩やかになるので、朝食を食べるときに一品じゃなくてプラス一品という、まあこの辺がちょっとね、意識できるものがあればその辺を意識して食べていただけると、子供のね、脳の成長にはいいと言われていますので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しく思います。 はい。ということで、駆け足でわっと喋ってきてしまったんですが、えー、正直ですね、まあ最初にも言ったように、私専門家ではないので、もしかしたら間違ったことを喋ったかもしれません。その場合は、えっ、ー、と、概要欄とか、えっ、ー、と、コメント欄に訂正文入れさせていただきますので、もしよかったらそちらの方もちょっとチェックしていただけたら嬉しいです。 で、えっと、まあ、こんな感じで、月1回か、まあ、1.5ヶ月に1回ぐらいですね、えっと、ママパパ講座ということで、リクエストをいただいたテーマとか、まあ、こちらから、えっと、お父様お母様に伝えたいこととかを動画にしておりますので、よかったらね、また次回の方もぜひ見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。